その学ぶっていうことで辛いこともあります。それはもちろん肉体的な苦痛じゃなくて、こうだと思っていたものを捨て去ることが苦しいんですよ、人間は多分。陸上界の怪物室伏広治を紹介します。日本人の父とハンガリー系ルーマニア人の母のもと、室伏は1974年に愛知県で生まれました。父親はアジアの鉄人こと室伏重信、母親はオリンピックやり投げルーマニア代表のセラフィナモーリツというスポーツ家系で育った室伏広治は、幼稚園の時から将来はハンマー投げの選手か大学の先生になることを考えていたそうです。小学生時代にはモスクワオリンピックやロサンゼルスオリンピックの標準記録を全て頭に叩き込み、将来記録を塗り替えるイメージをしていた室伏。小学3年から中学2年までアメリカでの生活を経た後、日本に戻ります。高校時代にはハンマー投げで日本高校新記録を樹立、インターハイを連覇など怪物ぶりを発揮します。その後大学でも新記録を樹立、インカレ4連覇を成し遂げた室伏は1997年に水野に入社し、世界大会での結果を出し始めます。2002年のドーハグランプリでシーズンベストとなる 83m33 を記録すると、プサンアジア大会、2003年の大阪国際グランプリで優勝をつかみ取ります。その後2004年のアテネオリンピックで金メダル獲得のため、室伏はアメリカオレゴン州でスチュワート・トーガーコーチの指導を受けることを決めます。当時のことを室伏は、学ぶ上で辛いこと、それは新しいものを得るときに肉体的な苦痛じゃなく、自分のすでに持っているやり方、こうだと思っていた考えを捨て去ることが苦しいんですと語っています。しかしその練習の甲斐もあり、室伏は 82m91 の記録を残し2位に。その後1位の選手がドーピング発覚、失格で金メダルを獲得します。その後も北京オリンピック、ロンドンオリンピックに出場した室伏は2016年に引退を表明します。引退後もアドバイザリースタッフ、スポーツ長官として日本のスポーツ発展に貢献してきました。室伏広治に対する海外の声を紹介します。彼は大きくて強い、素晴らしい体型でアジア人には見えないね。少なくとも今2016年まで投げ続けてほしい。ハンマー投げの真の伝説だ。他の多くの投げ手と比べて室伏がどれほど小さいか。彼はリング上であの電光石火のスピードを披露して意外なプレーを見せてきた。私のヒーロー。完璧な盾を持つ男だよ。奴が王だ。室伏の技術が大好き。本当のね、あの回転マジ大好き。全ての投手の中でベストだ。室伏大好き。やばい、食べたくなるわ。ハンマーみたいに回してる。俺の一番大好きな CM。 日本の CM 相変わらず最高。最高にハンサム。室伏は 50m も5秒で走るんだぜ。イケメンで怪物、ずるい。彼が大好き。私は室伏を愛しているわ。私の夢は彼のように強くなること。当時の日本とルーマニアの力なる顔は世界で最もハンサムな顔を持つ一人に違いない。室伏はおそらく私が見た中で最もハンサムなアジア人男性だわ。母と私は彼が投げることに夢中なのよ。私は2006年に広治に初めて出会い、衝撃を受けたのは全てが美しい男だったわ。ライバル同士の選手たちと喜び合う瞬間最高。室伏にいろんなフィジカル系の世界記録取らせるだけの番組にたかった。どこ競技を目指していても歴史に名を残したであろう怪物、人類史のバグの一つ。記録を樹立した瞬間、スパイの名だたる飯たちがただただ喜びを分かち合って抱き合ってる瞬間好き。室伏が最強すぎてスポーツ番組で金になったのはすごい。